朝日大学健康スポーツ科学科4年の日野木真帆です。うちらの学校のスーパースターは相撲部の皆さんです。ここがスーパー。第98回西日本学生相撲選手権大会一部団体戦で優勝、名だたる強豪7校との総当たり戦で6戦全勝とし、総部35年目にして初の制覇を果たしました。強そう。過去に大相撲力士を4人輩出している朝日大学、今回は岐阜県出身の選手2人にお話を伺いました。周りの大学が強い大学の学生ばかりの中で、チーム力で勝ったみたいなところがあったので、もちろん最後ラストイヤーのそこで西日本を勝ててすごく嬉しい気持ちです。みんなも個性が強くて、いろんな練習とかいろんなタイプのことができるのでいいと思います。神川学院の結構強い選手と戦うことになったんですけど、自分の相撲を意識してしっかりと我慢して勝つことができたことが印象に残ったことです。とにかくずっと回しを取ることを意識して相撲を取り組んでたので、それが勝つことにつながったと思ってます。岐阜の子たちが岐阜に残ってくれて、その子たちがやっぱり主力になって今回も活躍してくれたのですごく嬉しいです。他の大学よりかはまとまってるというふうに思ってますし、で向上心もみんなあると思いますので、そこをやはりどんどんとまた伸ばしていきたいと思います。この後に、インカレっていうのがあるんですけど、全国で大会があるので、今度はそこで、そうですね、優勝を狙えるように頑張りたいと思います。西日本で優勝したので、次は11月2日3日に行われる全国学生相撲選手権大会で優勝を目指して頑張ってください。頑張るぞ。おお、チャンネル登録お願いします。